バリで iPhone で使用してる iPhone とかアクタリーフとかはもうそれアクタリーフは船なんで、だからどっちかが待ってるか誰かその頼むかみたいな、お金払って頼む、はい、でなんか僕のアメリカのお客さんが言ってたんですけど、はい、今の時、はい、そのロッカーのサービスとかドローンで、はい、もちろん有料だけど、はい、何十ドルか払って、はい、でドローンで飛ばして撮影してもらって、それをこれにインプットしてるっていう、はい、もしそういうシステムがそれ良くないって思うんだけど、いや、まあ、あるんでしょうけど、多分今とかはバリはそういうの結構最先端なんで、いや、ドローンに通してる、はい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 、結構、まあ、なんか毎回撮ったりとかしてたんですよね、うんうん、だから、うん、はい、なんか上がった時に撮るみたいな、うん、まあ、全部じゃないですけど、うん、はいはい、なんかいろいろお名前になっていますけど、その知り合いのコミン君、コミン君、何の人ぞ、はい、だから船2人の前だったら船停泊させるのに1000円かかるんですよね、1000円、あの、うん、2人で2000円なんですよ、15分ぐらい船乗るの、うん、で停泊させるのに多分お金かかるからまたで2000円ぐらいでずっと泊まっててくれって言って、ああ、そう、はい、あ、で、はい、あ、だから順番に1時間ずつぐらい撮るとか、あ、そういう風にするしかないですね、あ、そういう風にすればずっと撮れるんで、はい、沖だからドローン多分そこは2人が無理なんで、ああ、そこ無理ですね、はい、ドローン陸から来る、はい、ああ、そっか、はい、それは思ってたんですけど、よければ、あの、ちょっと経ったら慣れてから、慣れてね、慣れて、はいはいはい、まあ、初めの方から撮ってくれっていうのは撮りますよね、はい、ちょっと慣れないから、はい、はい、うん、